はい、ノブです。ミキティです。ハプスラ TV。 いやー、はい、今日ワンポイントレッスンでございます、はい、あの首こり結構多いじゃないですか。ちょうどよかったでしょ。ミキティもそうだと思うし、そう、私はね、首こりはただのリラクゼーションでやってほしいぐらいで、痛みとかは全くないんだけど、行かなくなるんだよね、動きが。だよ、多いよね、うんうん、でもこうやって行かなくなるってことは、あのだよね、当番ジョッキーとか競馬じゃなくて、強さが悪さしてることは多いよね、うん、なんかさ、私動画とか撮ってる時に、うん、この間のもそうだったかな、泡のやつ、あの光ちゃんの辻堂の藤沢の泡取りとか、首の横に血管が出てて、うん、で絶対ここがなんか、なんていうの、うん、交通が封鎖されてるというか、うん、そのコリでなんか血流が悪くなって、うん、ここに血が溜まっちゃってる気がするの。めちゃくちゃ悪いんだと思う、ここが。え、顔やってる時に気づいたの？あ、撮影してじゃん、この間で、横でから首の、自分の首なんて横から見ないじゃん。血液がピーって線入ってて、あとから見てね。そうで、なんかそれだってさ、うん、あの土壌って言ってさ、なんか血液がなんかその、うん、溜まってるのがプクってなってるのって、心臓の疾患とかでも起こるやつなのよ。心配なの？怖いじゃん、うん、でちょっとこの場してなんとかなるなら別件。いやでも、そう、でもみんなあれよ、あのうちの新屋敷に行くでもやってるんだけど、京都さん、ヌートツキンって一生懸命やってもほぐれないからね。ほぐれない、うん、確かに押してもほぐれないのよ、うん、じゃあどうすんのって話じゃ、うん、あれね、2つあります、やり方が、うんうん、つまむとストレッチです。すると一気に緩みます。最初につまんでいきますよってあれでつまんで、うんうんうん、その後ストレッチかけると緩みます。うん、それバージョンと、うん、あのうつ伏せ状態で首やるの結構見てて苦手な人多い、結構適当にやって飛ばしちゃう人多いんで、じゃなくて、あの首うつ伏せできっちりできるように、ちょっとワンポイントレッスン今日取っていきます。じゃあ行きましょう。はい、レッツゴー、行ってみよう。じゃじゃーん、はい、みんな首ね、首横のアングルと上からと取ります。まず強さ、ヌートツキンの硬さを確かめましょう。横ね、強さの言うとき分からない人はね、ちょっと図乗せておきます。こっち側ね、こっちの乳幼突起の方がついてるので、でこっちは鎖骨ね、鎖骨の方まで行ってます。だから横というか僧帽筋を介してこの下の方だからね、下の方、うん、これね、うつ伏せるのをほぐせるので、この下まで行きましょう。映ってるかな、この下、ここね、鎖骨の上の部分、ここが、要するに僧帽筋の中心部の腱性だっけ、腱性のツボじゃなくて、この下ね、うん、こっちをほぐしましょう。あとちょっと斜角筋とかもあるんでね、ちょっと痛みがね、どっちなのっていうのはあるけど、まあ、確かめね、うんうん、ちょっと反対もいきます。ちゃんと上の乳幼突起、ツボでいう寛骨のですね、寛骨の幅でいきましょう。で、こっちも下、潜り込ませて。あ、感覚が違う、一緒にやると違うかな、あ、圧倒的に右肩やるんだよね、うん、両方一緒に触ると分かります。いや、後ろも硬いもんだって、頭髪上筋で、私が言うのは、あのワンポイントっていうのは、みんなこっちからこうやって結構やるじゃない、あの揉んだりして、いいのもこうやってやるのももちろんいいんですよ、全然こうやってみんなやるじゃない、見てもこうやってやるかな、やるよね。やった後に必ず私はですよ、つかみもみをするわけですよ。つかみもみっていうのはこういう
両方一緒にもう極特急挟んでる感じ。これめっちゃ気持ちいいでしょ、うん、これだから入れてっていうみんなこうこうこれね、しなしくに結構細くだよね。細く、めっちゃ細く極特急があって、極特急の横をこう上に押し上げる。めっちゃ気持ちいいでしょ。シリカーも頸椎7番と T1、 あ T1 とあの胸椎1番と頸椎7番もここやってほしいんですよ。最高なんですよ。ここ歪んでる人特に多いので、あと掴みづらいからみんなね、やりなんていうのやんない人多い。でもここやりましょう。掴み読みこの辺はやるじゃないみんな。じゃあここやっちゃいましょう。で徐々に上行って6、まあ、6ですね。なぜか今のところ左が痛かった。これ、うん、はい、もう歪んでます。右に行っちゃってます。極時計こっちにずれてます。だから戻す方向こっちってことはこっちですね。こっちに戻す方向これです。ここ押さえておくと今の痛み取れます。この押さえてるとこは丸ひしぎなんで丸ひしぎ。それこそあれだよね、こういうのはもうあれです。今度いつかやるだろうメンバーシップこれで動くんですよ。すごい深く効くでしょ。深いでじーっとくるやつ、ね、もう気持ちいい、うん、で変わったので、で普通にやるよ。変わったでしょ、うん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 、動き出てきたんでこれで取れてます。でハサミもみはいいんですけど、この後にちゃんとこう天柱行きましょうってやつですね。天柱わかるかなみんなね。天柱ね、天柱に入れてグッグッと頭の方に中に入れていく感じね。気持ちいいよねこれ。万人に受けるのでみんなやりましょう。あとここ詰まるとやっぱりなんちゅうの棒なんちゅうのあの疲れ溜まるよね。疲れっていうかあのなんちゅうのわからん何が言いたいか。血液がいかない脳に、脳とかに行かないので、こう疲労が溜まりやすいっていう言い方なのかな。頭が回らない。そう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 、そういう感じだね、うん、最近そういうの多い頭回らない天中風地関節真ん中アモン、これぐらいは行きたいよね。天中風地関節アモンで戻ってぎゅーぎゅーぎゅーククククで次に陽気筋いっちゃいましょう。この時に強さ乳突筋を挟む、掴んでます。掴みながら、で陽気筋も肩甲骨のキワキワを狙う場合と極特筋に近い方を狙う場合と両方あります。でこっちになるとタレツ筋とか入っちゃうんだけど、このタレツ筋の次ですね、こっちですね。ちゃんと両頸筋いったらちょっとグリ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 で、ポイントは肩甲骨の下までいきましょう。はい、こっち下角、下角がここにあるんですね。はい、前鋸筋いっちゃいましょう。ついでにね、前鋸筋、はい、大円筋、大円筋いきましょう。で大円筋はここまでついてるからね、こっち。ちょっとね、珍しいですよね、この感じ。はい、肩甲骨立体的に動かしましょう。もう最高。マンションの一室とかですよね。はい、肩甲骨めっちゃ動いてきました。すると緩むわけですよ。もうだって全然違いますよね。サロン行かれたんですか、まだ。ちょっとこの左の方が硬いよね。半年前が15回に半年考えて、今横浜にで今ここ頭横を使って、これも意外と強く入るので手加減しないと、強くやっちゃうとこうなっちゃうんで、やばいやばいやばい、やばいでしょ、うん、強み系の人はそれぐらい入れてやってるんで、でポイントはこう両脚やりながら。
しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。